ショート完了空手道二世会の中島です。今回はカウンターがうまく打てないのでどうしたらいいかという質問を受けております。お答えしたいと思います。カウンターの動画は他にも上げております。復習代わりにこの動画見ていただければと思います。カウンターは相手の動きに対して相手が入ってくる。それよりか早く合わせることとなります。相手が攻撃を仕掛けてから飛び込んでからだと遅くなりますので、初動の動きをしっかり見極めて飛び込む必要があります。カウンターを打つとき、ポイントは一つです。攻撃仕掛けてくる相手は、ほとんどの場合、体のどこかが動いてから攻めてきます。その体の動いた瞬間を狙うということです。例えば、突きを打つとき、肩周辺が動いてから突きが出てきたり、上体が浮いてから技が出てきたり、あと、寄り足で入ってくる場合がありますので、そのような相手の動きを見逃さないということが大切です。こちらの方も相手の動きに合わせないといけません。力んでいては相手の動きに対して反応できませんので、力を抜いて反応できるようにしておきます。動いた瞬間にしっかり飛び込めるようにしてください。相手が動かない場合など、自分で揺さぶりをかけないといけない場合もあります。その場合も力まず、相手の動きをよく見て、前に来る瞬間をしっかり狙っておいてください。はじめ、相対したとき、わからないかもしれませんので、はじめは他の生徒さんの動きを見るのもいいかもしれません。動きを見て、あ、こういうことかというように、気づいてから相対しても、いいと思います。たくさん失敗するかと思います。その失敗がポイントとつながってきますので、何度も何度も失敗をして、技として使えるようになってください。